今日自前のパジャマ、うん、うん、ちょっとりなりなちゃん尾関とお揃い、色違いです。かわいい、かわいい、たまたまお揃いだったっていう、ね、びっくりね、かわいいよね、ここひら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 、かわいい、かわいいって感じです。今日りななんか大人っぽくない？今日のパジャマ、そう、シンプルイズベスト。立って立って立って、うん、かわいい、いいじゃん、フリフリ、何今日どうした、水色かわいいじゃん、うん、妖精さん、そう、大人っぽくしました、ね、大人っぽい、前髪もね、前髪、うん、いいね、かわいい、うん、難しい早いな、うん、隠そう、うん、あ、見てる、ちょっと、そうだね、じゃあスズモンから、はい、上目は、え、うん、かわいい、かわいい、本当にピンク、やっぱピンク、そう、長ズボン好きなの、ちょっとずってるよ、ずってるし、これ絡まなきゃ、ちょっと長ズボン良くない、いいよね、ね、なんかホッとする、うん、髪の毛もかわいい、本当にめっちゃこの髪型似合う、ツイン、千葉県出身19歳の上村里奈です。私にとっての欅坂46は第二の青春です。私が欅坂46に入って感じたことは、アイドルってこんなに大変だったんだなってことです。欅坂46としてたくさんの方に知っていただいて、うん、私たちを見て元気が出るなとか、やる気、勇気が出るなって思ってもらえるようになりたいです。僕は栗の栗太郎、俺はウス、私はハチ、カニさんどうしたんだい、大丈夫、ウス役の声で怪我してるじゃない、一体どうしたの、実はね、まったくひどすぎるよ、そいつ絶対許せねえよし、みんなで、あの悪い猿を懲らしめよう、ああ、薄役はなりたくてなってんのかな、薄は私が指名しました、指名したんだ、はい、あのちょっと喧嘩のシーンについて詳しくせっかくだから聞きたいんですけども、うん、なんか、ね、思い出に残ってることってありますよ、あのシーン撮影してて、泣いちゃったね、泣いちゃったね、なんか机の上にろうそくが立ってたんですよ、でそれをなんか お前がやったんだろう、バーンってやった時にろうそくが垂れて、そのろうが溶けて机の上に固まって、あ、怖い、燃えちゃうかもって、なんか机が燃えちゃうかもっていうのを私は見てました、思いながら思いながら演技してたんで、なるほどね、すごい、まずは上村里奈から。上村さん、ハンバーグわかる？あ、わかります、好き？はい、あ、ほんと？じゃあハンバーグ作れるね、はい、作れます、そうだね、作ったことある？お手伝いぐらいで、あ、お手伝いやってる誰でもできるからね、ちゃんとあれ作ったこと、上村へのお題はハンバーグ、調理スタート、はい、さあまず何をね、まずは玉ねぎをみじん切りにします。ポンコツかと思いきや、慣れた手つきで玉ねぎをみじん切りにする上村、よし、あ、玉ねぎのみじん切りはできましたね、結構、お、綺麗に、うん、あ、いいじゃない、これはブハブハガールとは思えない、あ、玉ねぎ、くさそして人参もみじん切りに、みじん切りにした玉ねぎと人参をにバターを入れてチンします、なんか時短でありそうですね、ありそうだね、豚肉のミンチにもしっかりした味をつけ手際よく進めていく、くそそんな料理やめてよ、要所要所で臭い入れてくんの、ここまで大方順調な上村だったが、衣捨てたよ、何衣、衣とかあるかな、ハンバーグに衣、まあ、パン粉入れたりとか、そうそう、でまあまあ、つなぎみたいな、そうそうで、こうやってまあ、まあ、そういうことですかね、うん、でまた黄色いボールに卵入れたからよく分かるテレビ的なポイントですね、これは、
やっぱ鉄人だからアレンジしてくるんですよ。いやいや、いらぬアレンジなんですって。料理の鉄人の時もそうだったじゃないですか。ハンバーグってもう普遍的なものだから。これはもうやりますよ。でこれをいい、何メンチカツ作ろうとしちゃってるじゃん。こんだけトリッキーなことしたら服部栄養専門学校の服部校長も何を作ってるんですかねってなりますから。本来つなぎとして混ぜる卵やパン粉で衣をつけてしまう。だいぶ焼かないと。そうだね。ほら、何これ、カツレ、カツレツの感じなのかな。そうですね、イタリアの感じなのかな。べちょべちょじゃん表面。ハンバーグってこんな色でしたっけ。違う、違うよ。上村のハンバーグ、一体どんな仕上がりになったのか。いかがですか。自信しかないです。自信しかない。オープン。おしゃれ。おしゃれ。なんだよ、ソースだけ雰囲気出すんじゃないよ。ハンバーグというよりメンチカツに近い上村バーグ。完全なオリジナルメニューですが、果たしてそのお味は。すごいです、匂い完全にメンチカツです。ソースもあれだし。いただきます。うん、超うまい。いや、そうなんだよね。上村とかももうかなりアピールしてるよ。じゃあ上村行く。2番手上村への質問は、朝起きて最初にすることは。それでは張り切ってまいりましょう。お願いします。アラームを止める。おー、やった。いいな。ほら、ね、ね、プリン食べようだって。ね、プリン食べよう。なぜだ、なぜだ、おい、でかい、でかい、一人だけでかい。続いて B チームのチャレンジは、本当に激辛カレーを食べているのは誰というお題。ちょっと下唇が震えてるんですよ。震えてる。これは本当なのか、もしくは過剰な芝居なのか。ちょっと笑ってますけど大丈夫ですか。いや、ちょっとカメラの方見ないようにしましたね今。やべ、やりすぎちったみたいな。これはどっちだ。果たして本当に激辛カレーを食べていたのは。20倍の激辛カレーを食べてたのは誰ですか。はい、うわー、すごい、うわえで、え、我慢してたん。うわ、すげえ、なんかもう辛かった、ごめんね、もう泣きそうになってるじゃん。そろそろ変な浴衣のやつ出てこないですかね。鈴木上村、うん、なんか同じような色合いの感じなのかな、浴衣も。ちっちゃい声でわあ。ねえ、これも。続いて、おバカちゃんチームの2人目は上村が挑戦。これは私が以前住んでいたマンションでの話です。引っ越したその日から不思議なことがたくさん起こりました。最上階に住んでいるのに天井からドン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 音が聞こえてきたり、夜中の2時半にピンポンって聞こえて、インターホンを見に行ったけど誰もいなくて、玄関を開けてみたら廊下には誰もいなかったり、もう怖すぎてマンションの管理人さんに聞いてみたら、私が住んでいたその部屋の前住んでいた人は自殺した言ったそうです。止まらないな、止まらないなって。もう話終わったらキャーって言うなって。これは
上村さん、うん、笑ってましたね途中でね。あれは、うん、管理人さんの顔が面白かったのかな思い出して思い出したのかな。続いて上村家のクリスマスの過ごし方は、アルバイトが激務。激務なんで、別にクリスマスにアルバイトしなくてもいいのに。高校3年間ずっとケンタッキーで。うわー、いやそれ超忙しいじゃん。日本で一番忙しいでしょその時期。クリスマスは全員だからって、もう夏、休めないんだ。夏に言われて。夏に言われるんだ。夏に言われるの。はい俺秋に辞めちゃうと思う。確かにクリスマス前にね、うん、働いてる途中にお母さんとか買いに来て頑張ってねみたいな。あ、買いに行くんだ、はい、お母さんがその店に。友達とかも。じゃあもう3年間。はい。よく辞めなかったね、はい、バイトって長くても半年ぐらいしか持たないな、いや確かに。いや俺も1日で辞めちゃうもん。俺も1日で辞めたの何個もある。1日でもう。いや埼玉がそういうとこだと思って。埼玉そういうとこなっこばやしな。1日でもう辞めていいシステムあるんだよね。辞めていいもんね。埼玉の特別な雇用制度があるからねあるんですよね。そうそう、あそこちょっと独立してるからね。別に電話も何もせずに辞めていいっていう、そうそう、うん、ルールがね、ある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 。